こんにちは、ハーリーです。今日はここ1年でニューオープンした東京カウンター寿司3選をご紹介します。皆さん、落ち着いたお寿司屋さんのカウンター席で美味しいお寿司とお酒を楽しむ、そんな大人のカウンター寿司、憧れますよね。今回の動画ではお寿司とともになんと茶道も学べるお店や20品1万1000円で飲み放題もつくコスパ寿司、ミシュラン星付き店出身大将が握る予約開始5分で枠が埋まる大人気のお寿司をご紹介します。今回はワンランク上のお寿司に絞るんですけど、1000円台のコスパ寿司も知りたいなどありましたらコメント欄で教えてくださいね。今日も最後まで期待してみてください。僕のチャンネルでは池袋、銀座エリアを中心とした東京の美味しいお店をご紹介しているので、今日の動画いいなと思ってくれた方はチャンネル登録といいねボタンを押してくれるとすごく嬉しいです。それでは早速参りましょう。一つ目のお店は奥赤坂寿司丹治さんです。赤坂駅、六本木駅、乃木坂駅の間にあります。丹治さんは2月15日にオープンしたばかりの茶道も楽しめるカウンター寿司です。店内は明るいライトが照らす上品な空間です。この後ご紹介するんですけど、カウンター席以外にもなんとお茶室もあるんです。水曜日から土曜日はお任せのみ、日曜、月曜、火曜日はアラカルトでも楽しむことができます。僕はお任せコースをいただきました。まずは前菜、野沢煮込み、しめさば、だし巻き卵、アジの南蛮、昆布、たけのこ、ゼリーのせです。前菜からいろいろな味を楽しめて、この後の期待値がどんどん上がりますね。お出汁はあえて塩だけで作っていて、体を温めることにフォーカスして作られています。続いて九州五島列島直送の寒ぶりを使用したごまぶりです。ごまぶりって何？と思いますよね。こちらは店主が福岡県の出身なので、寒ぶりを福岡名物のごまさばのように仕立てたストーリー性のある一品です。厚みあるとっとろのぶりが上品なごま仕立てになっていて、非常に美味しいですね。さあ、ここから握りのご紹介です。丹治さんの特徴は、九州出身の店主らしい五島列島を中心としたお魚をふんだんに使用していることです。シャリは赤酢2種をブレンドしたもので、大人がたくさん楽しめるようにシャリは少なめ、お魚は大きめカットで提供してくれます。長崎県のアジは冬のアジだけあって身が締まっていて美味しく、熊本県天草の小肌はしっとりとした舌触りで特有の香りと旨味がじんわりと広がります。ここから五島列島の食材たちが登場します。ヒラスズキは淡白な味の中に上品な旨味と甘みを感じることができます。アオリイカはしっとりとした甘みあるイカで、塩レモンの塩気とすっきり感がいいアシストをしています。タイの昆布締めは淡白ながらも甘みと旨味が感じられます。本マグロの赤身はねっとりとした食感で、赤身なのに脂が感じられるほど上質なマグロです。中トロはトロットロのトロで非常に美味しく、この後に出てくる大トロ、蛇腹といい橋渡しになっています。ちなみに蛇腹とはヘビのお腹の形状と似ていることから蛇腹と呼ばれているんですよ。赤身、中トロ、大トロと徐々に脂を感じられるのが楽しいですよね。お寿司以外で僕が面白いと感じたのは、ミーのことぶきという福岡県ミー郡の日本酒です。こちらはバスケットボールアニメスラムダンクのシューター三井久志とコラボしていて、主人公桜木花道のいる湘北高校バスケ部のユニフォームを着た日本酒なんですよ。僕はスラムダンク世代で、安西先生、バスケがしたいです。
に非常にハマったので、なんだか嬉しくなっちゃいましたね。あ、ちなみに僕はバレーボール部ですよ。とここまでは、おー確かに美味しそうなお寿司くらいかもしれないんですけど、僕が丹治さんをおすすめしたいと強く思った理由は2つあります。1つ目は、大将もおかみさんも非常に話しやすく、アットホームで心穏やかに過ごせること。そして2つ目が、茶道も楽しめることです。こちらの茶室はカウンターの後ろにあって、予約時に希望すれば無料で茶道を楽しむことができます。かがまないと入れないくらい小さい入り口は、にじり口と呼ばれています。これは茶室の中ではみんなが平等という考えのもと、たとえどんなに偉い人でも頭を下げて茶室に入ることで、外での身分は関係なく茶室の中では平等であるということに由来しているんですよ。お茶室の中ではおかみさんが一からお抹茶を立ててくれます。茶道ではよく表千家と裏千家という言葉を聞くと思うんですけど、こちらでは裏千家を採用しています。表千家はお茶を泡立てないので、深い抹茶の味を感じられる反面、初心者には結構苦いです。一方裏千家はお茶を泡立ててまろやかな味になるのが特徴で、初心者でも楽しみやすく、今流派として一番人口が多いのも裏千家なんですよ。恥ずかしながら僕は今回初めてお茶をいただいたので、お茶の立て方やお茶碗を3回回す理由、和菓子とお抹茶の組み合わせの背景などを学べて、本当に貴重な経験になりました。正直お寿司だけにフォーカスすると、他にもいいお店はたくさんあるんですけど、お茶も学べるお店はここ丹治さんならではなので、非常に楽しかったです。ちなみに店主もおかみも英語が堪能で、お寿司と茶道を英語でも楽しめるので、海外の方を連れていくのも非常におすすめですよ。二つ目のお店は、寿司赤須花山さんです。赤坂駅、赤坂見附駅、ため池山王駅の間にあります。花山さんは2023年11月にオープンしたコスパ最高のお寿司屋さんです。店内はカウンター6席と個室席が2つあります。お客さんは30代から70代まで、幅広い年齢層の方がお二人やグループで来ています。コースは1万1000円と2万2000円があって、花山さんといえば1万1000円の飲み放題付きコースが有名なので、迷ったらこちらを選びましょう。こちらの飲み放題はたくさんの種類の日本酒とシャンパンも含んでいることが有名なので、たくさん飲みましょうね。さあまずはビールで乾杯です。ちゃんと薄グラスになっている点が素晴らしいですね。まずはもずく酢と甘エビの塩麹漬けです。もずく酢はお酢の酸っぱさが感じられて、胃のちょうどいい準備運動になります。ただ甘エビの塩麹漬けはかなり塩麹が強く、お次のカニとウニの煮こごりも塩気がかなり強いです。正直これは和食の醍醐味である繊細さは感じられなかったです。赤身の本マグロとヒラメの昆布締めも鮮度がいまいちですね。僕は食べログや Google マップで口コミが非常に高いことを確認していったので、つまみはいまいちだけど、きっと握りからは美味しいはずと期待していたんですけど、ネタが小さく鮮度も普通で、正直握りも僕の好みではありませんでした。確かに20品楽しめるカウンター寿司が飲み放題付きで1万1000円というのは破格です。ただ飲み放題の日本酒、シャンパンも安めのお酒を使っているので、これならトリトンさんや根室花丸さんといったお寿司屋さんでお寿司とともに美味しいお酒を飲んだ方が満足度が高いなぁと思いました。僕はこう思ったのでご紹介するか迷ったんですけど、食べログにも Google マップにもコスパ最高のお寿司
という口コミがすごく多く、評価が非常に高いニューオープンのお寿司屋さんなので、今回ご紹介させていただきましたよ。また僕はニューオープンの11月に行ったので、今は改善されているかもしれません。気になる方はぜひ行ってみてくださいね。最後のお店は寿司富川さんです。吉祥寺駅南口から1分のビルの2階にあります。富川さんはハーリーが感動したミシュラン星付き店出身大賞のお寿司屋さんです。店内はカウンター8席のみというコンパクトな空間です。お客さんは20代から60代と幅広い年齢層の方が来ていて、僕の行った時はデートとご夫婦の方がいらっしゃいました。メニューは12,900円と15,900円の2種類で、プラス4000円で日本酒のペアリングもつけることができます。まずは富川の生すだちサワーで乾杯です。こちらは生すだちとともに富川さんのガリを使用していて、すっきりとした味わいです。一品目のお料理はアンパン、ひみかんぶりの土佐ジュジュレ、サワラの燻製です。お寿司でアンパンと思ったら、あん肝のパンの略でアンパンとのことでした。もうこの一品目から僕は感動しました。先に伝えると、お寿司の満足度としては東京都内でもトップレベルのクオリティです。一本の動画で紹介したいくらい工夫の凝らされたお寿司なんですけど、全部話すと長くなってしまうので一言ずつだけコメントしますね。アオリイカは繊維の部分を細かく切ることで、一口目から甘みと旨みが感じられるように工夫されています。本マグロの中トロは背中側とお腹側を1枚ずつ使用し、2枚重ねることで一口で2味楽しめる味わいです。サバの炙り棒寿司は炭火の香りがつくバーナーを使うことで、サバ寿司特有の生臭い匂いではなく、ふわっと炭の香りが漂います。生ハムのお寿司はコース代金に含まれる長野県の白ワインとともにいただきます。こちらの生ハムはハモンセラーノという最も知名度の高いスペイン産生ハムを使っています。2年熟成のハムが多い中、こちらでは3年熟成のものを使っていて、通常よりもさらに旨味を感じることができます。タラの白子はコンフィ、つまり食材を低温の油でじっくりと煮るフランス料理の手法を取り入れていて、とろっとろの口どけです。茶碗蒸しは表面にカリフラワーのすり流しが入っていることで、滑らかな卵にザラッとした食感が加わって非常に面白いです。中に入っているあんこうのバターソテーも和洋折衷の上品な味わいです。マゾイは間にカラスミが入っていることで、深い旨味と程よい塩気が感じられます。平貝は目の前でバーナーして仕上げてくれます。平貝の海苔巻きは心地よい香りのする海苔に、なんと1センチもの分厚い平貝がサンドされていて、甘みと旨みがたまらないです。イワシは旨みが逃げたり酸化しないように、握る直前に骨抜きをしてくれます。大将との素敵な連携プレーを目の前で楽しめるライブキッチンもカウンター寿司の醍醐味ですよね。こういう温かい光景を見ると、お客さんとして来る僕の心も温まるので、また来たいと心から思えるポイントですね。こちらのイワシは今まで食べた中で最も脂の乗ったイワシでした。使っているのは生姜とネギだけなのに、少しニンニクのような風味があるなと思ったら、ネギはしっかりとすりつぶすとニンニクのような旨味成分が出るからなんですね。赤身の漬けはしっかりと旨味を感じられます。毛ガニ、ズワイガニ、アワビのゆず味噌焼きは、まずこのプレゼンテーションが美しいです。
肝心のお味もグラタン風味の味噌の中に毛ガニの濃厚さと肉厚アワビ、柚子の爽快さが駆け抜けて非常に美味しいです。そしてこちらが人気ツートップの一つ、大トロです。ドドーンとしていてインパクトありますよね。人気ツートップの大トロとウニは15,900円のコースでしか食べられないんですけど、12,900円のコースを頼んだ人でも追加でオーダーすることができます。大トロは手巻きスタイルでいただけて、海苔の豊かな香りとトロのトローっとした脂を楽しめます。一方ウニは北海道から直送したものを使っています。あれ？ウニって木箱じゃないの？と思った方、富川さんのウニは完全無添加のものを使っていて、木箱だと酸化して食べられなくなるので小分けになる専用の箱で送られているんですよ。こちらのウニは本当にトロットロで、噛まずに口の中に入れて家に持ち帰りたいくらい最高のウニでした。このウニはぜひ食べてみてほしいですね。そしてこちらが富川さん名物のマグロッシーニです。マグロッシーニとは牛フィレ肉とトリュフ、フォアグラという贅沢な食材を組み合わせたステーキであるロッシーニを、富川さんではお寿司屋さんらしくお肉をマグロに変えて提供する富川さんのオリジナルメニューです。こちらも手巻きスタイルでいただけて、お口に入れるとまず香ばしい海苔がふわーっと広がって、まるでお肉のような旨味あるマグロを感じた後、トリュフの芳醇な香りが駆け抜けます。まさに和洋折衷の食べていて楽しい一品ですね。車エビは普通のお寿司屋さんとは違って、頭も尻尾も下に来る巻き方、つまり縦に巻かれています。そして最後はお寿司のデザート、アナゴです。富川さんのアナゴはなんとアナゴを半身も使った贅沢なアナゴ巻きです。普通のお寿司屋さんのアナゴの3倍くらいのサイズなので、非常に食べ応えがあって、甘めのタレにほっぺたが落ちる味わいです。お稲荷さんも巻かれていて、稲荷寿司ならぬ稲荷巻きになっていますよ。最後にお椀をいただいたら、締めのデザート、いちご大福とセミフレットです。セミフレットとはイタリア語で半分という意味のセミ、冷たいという意味のフレットを合わせた半解凍状態のアイスケーキのようなお菓子です。富川さんではデザートも一から手作りしていて、セミフレットはリンゴのコンポートとシナモンで作られています。重くない軽やかな甘さが大人こそ楽しめる味わいですね。富川さんの感想をまとめると、一品一品ここでしかない工夫が施されていて、これが1万円台というのは心の底からコスパ最高だと思いました。ここでしか味わえないお寿司の数々で食べていて非常に楽しかったです。特に富川さんらしさを感じた点は、香りにもこだわっている点で、目でも舌でも鼻でも楽しめるお寿司だと思いましたよ。ちなみに大将は11年連続ミシュランを獲得しているアムステルダムのホテルオークラで働かれていて、その時の総料理長富川さんのまな弟子だったことから、富川という店名にしたみたいですよ。ハーリーが感動した絶品カウンター寿司にぜひ行ってみてください。今日はここ1年でニューオープンした東京カウンター寿司3選をご紹介しました。皆さんの気になるお店はありましたか？今日は3つのお店をご紹介したので、僕の方で分かりやすいように表にまとめてみました。あくまで僕個人の感想なんですけど、参考にしてくれると嬉しいです。今回は高級カウンター寿司に絞ってご紹介したんですけど、いかがでしたでしょうか？ランチも含めて1000円台のコスパ寿司も知りたいとか、
このシリーズは夜の高級寿司だけで続けてほしいなどリクエストがあればコメント欄で教えてくださいね。ちなみに食べ放題のカウンター寿司は東京食べ放題5000という動画でご紹介しているので、気になる方は概要欄からご覧くださいね。最後に僕のおすすめのシーンをご紹介します。2月15日オープン、お寿司とともに茶道も楽しめる気さくな店主のカウンター寿司なら奥赤坂寿司丹治さん。2023年11月オープン、カウンター寿司飲み放題込みが1万1000円で楽しめる話題のカウンター寿司なら寿司赤洲花山さん。2023年7月オープン、予約開始5分で席が埋まるハーリーが心から感動したミシュラン出身大賞のお店なら富川さんがおすすめです。ぜひ行ってみてください。これからもおすすめのお店を上げていくので、チャンネル登録といいねボタンを押してくれるとすごく嬉しいです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。ではまた次のお店で。